シェーン・オニールはアイルランドとアメリカ合衆国のプロサッカー選手。シアトル・サウンダーズ FC 所属。ポジションは DF。2009年、コロラド・ラピッツのアカデミーに入団。2012年6月19日にホームグローン契約を結んだ。2015年8月7日、キプロスのアポロン・ディマソールに移籍。同月31日、ベルギーのロイヤル・エクセル・ムスクロンに。 レンタル遺跡。しかし、出場機会はなく、12月23日付でレンタルを打ち切りアポロンディマソールに復帰した。その後も、アポロンディマソールでの出番はなく、イングランドやオランダのカイクラブへのレンタル遺跡を繰り返した。2017年8月、SBV エクセルシオールにシーズンいっぱいの契約で加入。2018年6月、 オーランドシティ SC に移籍し母国復帰を果たした。2020年1月、シアトルサウンダーズ FC に移籍。オニールはその出自から、アメリカ合衆国とアイルランド共和国の代表いずれかを選択する資格があった。2012年10月9日、スペインで開催される U-20 代表のカップ戦で U-20 アメリカ代表に招集された。1日後、 二から一で敗れたカナダ代表戦に出場したが、目を負傷してしまい、残りの試合は出場しなかった。2013FIFAU-20 ワールドカップでも、アメリカ代表として参加した。なお、アメリカのフル代表ではまだ出場歴がないため、アイルランド代表でのプレーにも意欲を示している。2014年1月に、アメリカのフル代表のキャンプに参加したが、 韓国代表との親善試合にはメンバー登録されなかった。2015年2月にパナマ代表との親善試合で再びアメリカのフル代表に招集された。ありがとうございます。